ちは、グローアップゴルフよちゃんです。今日は、まあ、短い動画ですけど、僕と流星の、練習ルーティーンというかただただ練習してるとこにしたいのかなと思います。はい、お願いします。練習場の、まあ、ルーティーンとして必ずピッチングウェッジから練習するんですけど、まあ、まずは体の上下の、バランスを合わせながら打ち始めるっていう感じですかね。はい。いいね、天気もいいし、やっぱ打ってる人がいいといい絵になりますね。締まりがあるっていうかさ、やっぱ今日の方が淀みがないっていうか、そのスイングにね、昨日だけっていうか、その前からだけど、ジャパニーズティーウッズって言われてるから、あながし間違いじゃねえかな。何番それ？7番です。で、ピッチングが終わったら僕はまず次も7番や。ここまでももう毎回一緒ですね。毎日同じような感じで。だそうです。後ろから行くか。僕は、まあ、持ち球というかよく打つボールがフェードボールなので、まあ、イメージとしては、もう本当にフェースローテーションをしすぎないっていうことです、まあ、でフェードを打つんですけど、あんまりこうアウトサイドから入ってきても潰れたスライスボールが出ちゃうので、まあ、素振りではなるべくこうインサイドインに送るような素振りを、フェードを打つのに、フェードを打つようにしてます。こう素振りからこう振っちゃうと、そうね、俺それじゃないと左に突っ込んじゃって、ああ。もうそのクラブの軌道もこう V 字鋭角に入りすぎちゃうので、 V ゾーン、 V ゾーンになっちゃう。だから素振りではあえてこっちを意識してから、ほんまに左出していくフェード、プッシュフェード、どっち打つ？僕はもう左に完全に出していくフェードです。いやー、いつ見ても足が太い。おい。ガンダムみたいですよ。うん、オッケーオッケー。これは OB ですね。関さんは本当、もうイメージはやっぱ中段道フェードみたいな、中段道のフェード打ってる時一番調子いいよね。うん、で調子が悪い時は高段道ゴリペラダフんだよ、やめろよまあ一番面白いのはダフってヘッドが飛んでいくこと。ここ音やばい。
やばい。だからフェードを打ちたい人は、僕のスイングイメージで結構いいんじゃないかなと思います。左にこう出して、ぐっと戻す球が好きな人はですね。で本当、僕と流星の弾道って真逆なので。真逆だね。球筋も。右から、インからバンって外に出して、こう、飛距離も出しながら飛ばしたいって方は、絶対流星のスイングを参考に。はい。そんな感じで、じゃあ次は横田流星の練習に行きたいと思います。